ルイ・ボナパルトのブルメール18日は1852年に革命紙に掲載された。ルイ・ボナパルトのブルメール18日、ルイ・ボナパルトのブルメール18日、ドイツ語、レア18手、ブルメールで、ルイス・ボナパルトはカール・マルクスの著書。本書、ルイ・ボナパルトのブルメール18日は1848年の2月革命に始まるフランス第二共和制における、 初階級の政治闘争が、フランス皇帝ナポレオン三世のクーデターを成立させた過程について分析した評論で、ボナパルティズムという言葉を世の中に定着させた。フランス第二共和制の歴史は、自由民主主義が実現していく歴史であった。2月革命によって成立した、臨時政府は、成人男子選挙権に基づく、新選挙法を交付し、生存権、労働権、 団結権などの市民的諸権利を承認したほか、言論の自由、出版の自由の保障を約束し、10時間労働制を導入して失業者を雇用する国立作業場の設置を決定した。しかし、フランス第二共和制果の民主主義は保守派による批判と攻撃の中で勢力を弱めて、やがて、 ルイ・ナポレオンの大統領当選と1851年クーデターによって、わずか3年9ヶ月という短命差でその歴史を閉じる。マルクスは、唯物史観に基づいて、フランスの革命と反革命の展開を考察し、フランス第二帝政成立の歴史的原因を解明した。マルクスによる本書の執筆は、共産主義者同盟の古くからの同志であったジョゼフ・バイデマイヤーから、 1851年12月2日のクーデターに関してニューヨークで発行を計画中の週刊誌への寄稿を求められたことに起因する。バイデマイヤーはマルクスと同い年の友人でプロイセン軍の士官でありジャーナリストであった。1846年にブリュッセルで設立された共産主義通信委員会に参加し正義者同盟から解消した。 共産主義者同盟にも参加した。1848年革命に参加し、翌年49年、新ドイツ新聞の編集者となった。1851年にアメリカに亡命した後は新雑誌、革命の創刊を目指して活動し、マルクスに論文の寄稿を依頼した。12月16日、マルクスは、 マンチェスターにタインゲルスに相談を持ちかけたところ、エンゲルスから論文を執筆してみてはどうかという提案がなされた。その時の手紙でエンゲルスは次のように語っている。今日昼に受け取ったバイデマイアーの手紙を同封する金曜日の晩までに彼のところへ論文を送ってくれという要求はちと無理だ。特に今の状態では。しかし、今こそ人々は フランス史について、論壇と寄り所を、説に求めているのだ。そして、ここで情勢について、何かはっきりしたことを言うことができれば、それで、彼の企画が、最初の号で成功するということになろう。だが、厄介なのは、そういうものを書くということだ。そして、いつものように、難しいことは君に任せる。 僕が何を書くにしてもクラピュリンスキーの狙い撃ちではないことだけは確かだ。いずれにしてもそれについて君は彼に外交的に退路を残した画期的な論文を書いてやることができる。マルクスはエンゲルスの助言で早速執筆に取り掛かり、12月19日、バイデマイヤーに第1章を送付することを約束した。この約束は病気のために果たされなかったが、 明けて1月1日に最初の原稿が2月13日に続きが送られた。その間、バイデマイヤーの週刊誌発刊の計画は資金面の障害により挫折していたが、マルクスは諦めずに執筆を続け、3月中で全部の原稿が送られた。5月、バイデマイヤーの不定期雑誌、革命第1号にルイボナパルトのブルメール18日として、 公表されたのである。本書の扱っている時期は1848年の2月革命から1851年12月2日のクーデターまでを内容としているが、これは1850年3月までの時期を扱ったフランスにおける階級闘争も同時期を扱っており、共に1848年革命へと、 その帰結に関するマルクスの歴史観を読み取ることができる。この領著は階級闘争士官をした時期に革命後の政治過程に評論を加えるという基本性格を共有しているため内容上の異はない。ただし階級闘争では先に待ち受けているであろう展望を見据えた見解が提示されている。これに対してブルメール18日の場合は ルイ・ナポレオンのクーデターという革命の結末部分を目撃して執筆されているという意味で歴史の皮肉性を強調したものとなった。本書は非常に有名な言葉に始まる。ヘーゲルはどこかですべての偉大な世界史的な事実と世界史的人物はいわば二度現れると述べている。彼はこう付け加えるのを忘れた。一度目は偉大な悲劇として二度目は 惨めな衝撃として、と、ダントンの代わりに、コシリエール、ロベスピエールの代わりに、ルイ・ブラン、1793から1795年の、モンターニュ派の代わりに、1848から1851年の、モンターニュー派、小男の五長と彼の元帥の円卓の騎士団の代わりに、借金を抱えた注意を、手当たり次第かき集めて引き連れた、ロンドンの警官。 天才のブリュメール18日の代わりに、白地のブリュメール18日、そして、ブリュメール18日の第2版が出版された状況も、これと同じギガである。一度目はフランスが破産の瀬戸際にあったが、今度は、ボナパルト自身が債務者留置所に入る瀬戸際だった。人間は、自分自身の歴史を作るが、しかし、自発的に、 自分が選んだ状況の下で歴史を作るのではなく、すぐ目の前にある、与えられた、過去から受け渡された状況の下でそうする。すべての死せる世代の伝統が悪夢のように生きているものの思考にのしかかっている。そして、生きている者たちは、自分自身と自体を根本的に変革し、今までになかったものを想像する仕事を、携わっているように見えるちょうどその時でさえ、 まさにそのような革命的危機の時期に、不安そうに過去の亡霊を呼び出して、自分の立ちの役に立てようとし、その名前、時の声、衣装を借用して、これらの由緒ある衣装に身を包み、仮物の言葉で、新しい世界史の場面を演じようとしているのである。とりわけ、冒頭部分が注目に値する。偉大な悲劇が、1799年11月9日。 ナポレオン・ボナパルトがフランス革命をクーデターで流産させたことを意味しており、惨めな衝撃が、そのおいのルイ・ボナパルトが第二共和制の下で民主的に大統領に選出されながら、同じく1851年12月2日にクーデターで共和制を流産させ、大統領権限を大幅に強化した新憲法を制定して独裁体制を樹立し、翌年には 国民投票を経て皇帝に即位し、対に訂正を樹立して、ナポレオン三世と自らを称したことを意味している。この二つの事件は相互に直接的には関係ないが、マルクスの目から見れば、クーデタで共和制を崩壊させた点では、おじとオいとは、歴史的に同じ役割を果たしたことになるから、ルイ・ボナパルトのブルメール18日という表現には、 大きな皮肉が込められていることになる。冒頭に続く部分からは、歴史は繰り返すという点をもとに、過去の歴史的状況を対比させることには、ルイ・ナポレオンのクーデターを、ギガとして読者に印象付けようとするマルクスの意図が、込められている。マルクスは、二つの革命に登場した、共和派と反動勢力の総国は、フランス革命をなぞったものと理解し、 革命の歴史的成果を愛称化させたと批判した。さらに、諸勢力を率いる指導者たちを歴史という舞台で、過去の台本を演じるコミカルなキャラクターとして、描写しようとした。マルクスは、革命の愛称化と同時に、ナポレオンに対しても愛称化が生じたことを感じ取り、彼らは、昔のナポレオンの漫画版を手に入れただけでなく、19世紀半ばには、 そう見えるに違いないのだが、昔のナポレオン自身を漫画にしてしまったと語った。こうした歴史の結果に第一訂正を模倣し、平凡化した第二訂正が指導したと描写している。マルクスは、第二版へのマルクスの序文の中でこの著作の特徴を、クーデターを、聖天の壁靂というべき不意打ちだったと語った。ビクトル・ユーゴの、小ナポレオンと二月革命から生じた歴史的な、 不可避の帰結であったと指摘するプルードンのクーデーターとを比較して私が証明しているのは逆であってフランスにおける階級闘争というものが事態や状況を作り出してそのおかげで平凡で馬鹿げた一人物が主役を演じることができるようになったということなのだと述べているマルクスは1851年12月2日のクーデターが ナポレオン・ボナパルトのクーデターの時とは異なり、ルイ・ボナパルトの能力や実力によって可能になったのではなく、フランスにおける階級闘争の激化が左右両翼の諸党派を伴にれさせ、結果的にルイ・ナポレオンの台頭とその後のクーデターを可能にしたという点を示そうとした。また、上記、マルクスの除述の後半部分からは、 歴史における社会的条件意けの優位性を示唆している。革命の歴史の記憶が強く作用して、クーデターを可能にさせたのだと考え、ナポレオンのクーデターを、フランスの革命史の伝統が作り出した事件であると見ていることが読み取れる。クーデターは、個人的な自由意志による行動としてではなく、階級闘争の激化、革命の前途への漠然とした不安感が人々を、 捉え、かつて存在した第一定性への軌跡についての、追憶から自由の放棄と独裁への転落という道を歩ませたのだと指摘している。ありがとうございます。